去年も開幕戦やらせていただいたんですけど、まあ、バスケットが盛り上がるテレビで中継されますし、みんなにバスケットを楽しんでもらうにはいい試合する必要があると思うので、昨年プレーオフで大敗したので、次は僕らが勝てるように頑張っていきたいなと思います。開幕戦をやるのは僕らは初めてなので非常に嬉しく思ってます。で、横浜アリーナというところで、対戦相手も川崎さんで、もうお互い知り尽くしているチームだと思いますので、本当にお互いいい試合をできるように、お互い勝負にこだわって切磋琢磨し合ってやっていけたらと思います。まあ、今シーズン新加入の大阪から熊谷選手、富山から大塚選手、まあ、あとは外国籍選手も変わって、4人ともいい武器を持ってますし、チームにいいエナジーを与えてくれるので、その4人は特に注目してほしいかなというふうに思います。僕たちはメンバー変わらずに今シーズンスタートできるので、まあ、そういう意味では本当チーム一人一人を注目していただけたらと思います。本当にバスケットボールが盛り上がるためには、この日本の B リーグが盛り上がる必要があると思うので、まあ、そのためには、まあ、僕らがいい試合をしてバスケットを心から楽しんでもらえるようなこうバスケットをしたいと思うので、ぜひ会場で見てください。いつも本当に応援ありがとうございます。いよいよ B リーグ始まります。皆さんと共にね、 B リーグを、日本のバスケットを盛り上げていきたいと我々は思ってますので、ぜひ、開幕戦は、まあ、会場に足を運んでいただけたら嬉しいですし、テレビでもご覧になっていただいて、楽しんでもらえたらと思います。応援よろしくお願いします。